藤君の10億の話ガセとは思えないな。この間地方出張でね、100万ドルの夜景見ながらたった1億円の夜景に乾杯ってブランデー飲んでたし、やたら乾杯したがってたしね。しかしそこの支払い俺がしたんだよな。普通10億当たってたら部長ここは私がとかって言いそうじゃない。言わなかったもんな。俺嫌われてんのかな。10億円ビッグ後藤。後藤君の10億の話ガセとは思えないな。この間地方出張でね、100万ドルの夜景見ながらたった1億円の夜景に乾杯ってブランデー飲んでたし、やたら乾杯したがってたしね。しかしそこの支払い俺がしたんだよな。普通10億当たってたら部長ここは私がとかって言いそうじゃない。言わなかったもんな。俺嫌われてんのかな。10億円ビッグ後藤。